にちは、精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルや教養としての精神医学の松崎朝希です。今日はですね、お酒を飲む人には耳が痛い話をしたいと思います。お酒を飲むのがなぜ体に悪いのか、どう悪いのかの話。これですね、なぜ話すかっていうと、アルコール依存症って治さなきゃいけないよねを語る上では、お酒がなぜいけないのかも語れなきゃいけないと思い準備しました。私自身詳しくはないけど、でも私なりにまとめてみました。というわけで早速参りましょうか。本格的な精神医学を分かりやすく解説いたしましょう。アルコール中毒、アル中って言葉あるけども、あれはアルコール依存症と同じ意味ではないです。アルコール中毒とはアルコールによって害が生じている状態のことであり、急性アルコール中毒と慢性アルコール中毒があります。急性アルコール中毒とは一気に大量のお酒を飲んで生じる問題のことであり、意識障害とか呼吸抑制とか、そのまま死んじゃうだとか、そういった問題が含まれます。慢性アルコール中毒とは長期間飲酒を続けることにより生じる問題であり、今日のお話です。肝臓の話から始めましょう。アルコール性肝炎ってものがお酒によって生じる。アルコールが代謝される過程でアセトアルデヒドっていう物質ができる。これが毒性があるんです。またお酒そのものに何とかアルデヒドの類はよく含まれています。これがまた毒性をもたらすんです。アルコール性肝炎を繰り返すうちに、肝臓が徐々に壊れていきます。壊れてしまった状態が肝硬変というもので、機能しなくなっていきます。そしてそれが機能しなくなった状態が肝不全というもの。また肝硬変になってしまうと非常にリスクが高まるのが肝がん。肝硬変までいかなくても肝がんのリスクは徐々に高まっていく。お酒を飲めば飲むほど肝がんのリスクは高まっていきます。肝臓以外の話もしましょう。脳卒中とは、脳の血管が詰まってしまう脳梗塞と、脳の血管が破れてしまう脳出血、この2つ合わせて脳卒中。お酒を飲めば飲むほど脳卒中のリスクは高まります。膵炎、消化酵素を溜め込んでるのが膵臓ってところでしたね。これが炎症を起こし、場合によっては破れたりすると体の中に分解酵素が漏れてしまう。すごい痛いらしいですね。急性膵炎のリスクも高まります。またお酒を飲むと食道がんだとか、頭頸部がんっていうとちょっと広く言ってますが、咽頭がんとか喉頭がんとか舌がんだとか、そういうがんのリスクも高まりますし、大腸がんのリスクも高まります。胃がんのこと書くの忘れた、まあ、それも高まります。がん全体いろいろリスクが高まります。大量飲酒だと死亡率は、まあ、男女合わせて 1.5 倍ほどに高まります。脳の話をしましょう。ビタミン B1 が大量の長期飲酒でどんどん枯渇していく。そうするとウェルニッケ脳症という認知症みたいな状態になります。このうちだったらまだ引き返せますが、コルサコフ症候群まで進んでしまうともう戻らないものです。また別の動画で詳しくお話ししているはずです。日常的な飲酒で脳は縮んでいきます。また認知症のリスクも高まっていきます。一応言っとくと、これ縮んだ脳みそ、断酒してると徐々に回復する。元通りとまでいかなくても脳の体積、そして認知機能両方とも回復する傾向があるっていうので、お酒飲んでる人断酒してみてはいかがでしょうか。健康日本21では節度ある適度な飲酒っていうのが定義づけられていて、1日平均純エタノール換算で 20g 程度とされています。純エタノール換算 20g は 5% のビールで 500ml、 日本酒で1合、ワインでグラス2杯ほど、まあ、小さめのグラスねとされています。じゃあそのぐらいだったらいいのか、いやむしろ適量だったらむしろ健康にいいんじゃないかっていうことよく言われます。どうかな。飲酒量と死亡率の関係は J カーブを描くんだっていう話があります。大量に飲酒する人はそれは死亡率高いであろうと、しかし少しぐらい飲酒してる人が一番死亡率が低くて、そして全く飲酒しない人はむしろ死亡率高いんじゃないか、お酒を少し飲む方が長生きできるんじゃないかっていう話があります。認知症にしても少しぐらいお酒を飲んでる人が認知症になりづらいんじゃないかっていう話が
あります。お酒が好きな人はこの説をすごく取りたくなりますよね。だけどこれ統計上の問題であって、お酒を全く飲んでない人の多くが元から飲んでない人もいます。なんだけども、例えば糖尿病にもうなっちゃってお酒をやめなさいと言われてお酒をやめた人だとか、心不全になっちゃってお酒をやめなさいと言われてお酒をやめてる人だとか、健康上の問題があってお酒を飲むわけにいかなくなってる人が飲酒ゼロの集団にたくさん含まれている。それは死亡リスクも高いよね、認知症のリスクも高いよねっていうだけのことであって、そういったものを排除していくと、本当に死亡リスクが一番低いのは、認知症になるリスクも一番低いのはお酒を全く飲まない人、健康上の問題なくお酒を全く飲まない人が一番長生き健康であり、お酒を飲めば飲むほど死亡率だとか認知症リスクだとかは高まっていく、それだけのはずだっていうのが考え方としては最近主流です。飲酒がなぜ健康に良くないのかについてお話しいたしました。少しでも参考になったら幸いです。私ももうちょっとなんか勉強してって、また資料改訂してまた動画撮るかも。教養としての精神学だとか精神診療プラチナマニュアルなんていうのも応援のほどよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録お願いします。ベルマークの登録もお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。